はい、皆さんいかがお過ごしですか。矢野広場矢野っちです。今日はですね、難病夫と妻の雑談です。よろしくお願いします。今日は生配信ではなくて録音でお届けしておりますので、よろしくお願いします。一緒に妻の久美子もおります。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。さあ、そういうことでね、眼球視床困難症中枢性周明のね、症状の方は、相変わらずといったことで、上向いて良くなるっていうことがもうないですね。その下がったら下がったまんまですけれども、なんか特にこの数週間、1ヶ月ぐらいですかね、は派手に悪化したとかいう感じもないんですけど、悪いまま現状維持ということで、なんかね、悪化せず現状維持であったらありがたいと思ってしまう自分もいてね、本当はそりゃ良くなりたい、上向いていきたいとは思うんですけど、そのきっかけも手がかりもありませんしね。その悪化した時のもちろん症状の辛さっていうのもあるんですけど、悪化したっていう精神的なダメージが大きいもんですから、そういうのがあるとやっぱりこうメンタルにもきますからね。それがないだけありがたいと思わざるを得ないのかな、なんていう日々でおりますけれども、皆さんね、ちょっと暖かくなってきたんでしょうか。いかがお過ごしでしょうかね。久美子さんどうですか、最近のその外の天気具合は。ね、やっぱりゴールデンウィーク過ぎた頃から気温がぐんぐん上がってきまして、家の中でも除湿、湿度をコントロールしたりとか、気温をね、部屋が暑くなりすぎないようにしたりとかっていうのが、だいぶね、外が夏に向かってるんだなっていう感じがしますね。そうね、やっぱり換気がなかなかできない分、そのカビ対策とか、その空気のね、換気とか、いろいろ湿度のコントロールっていうのが難しいんですよね、地下室とかと同じなので。確かに。だから結構そのあたりはこれから梅雨に向けて課題だなって思ってます。そうですよね。なかなかね、この部屋を閉め切ってカーテンも開けない、なかなか換気もできない、閉じ込められた状態というかね、はい、そういう部屋の中のやっぱこう状態っていうのは、基本的には人間が生活する環境にはもう不向きなわけですから、なかなかここで暮らすっていうのも大変なわけですけど、でも不思議だなと思うのが、室温はずっと二十何度みたいな、こう一定に保たれてるわけですよね、冬も夏もクーラーでね、はいはい。だけど例えば矢野っちがやっぱり体が冷えたり、ホットの飲み物を欲しくなる時とアイスの飲み物を欲しくなる時っていうのが、こうちゃんと変わるんだなっていう。なるほど。なんか室内にいても影響してるんだなってすごい思いますね。そうですね。その外気はね、特にうちはそんなこうなんですかね、がっしりしたマンションとかではないので、はい、やっぱ室外の気温というか気候というのはやっぱり影響を受けやすいのかなとは思いますけど ね。そんなわけでね、はい、たくさんの方に本当この YouTube も聞いていただいてね、もっとまめに更新したいというか生配信もやりたいと思いながらも、なかなかね、体調の問題とか、いろんなことがあって、また前回から 2,3 週間ぐらいですかね、空いてしまいましたけれどもね。前回も週に1回はやりたいみたいなね、感じで言ってたけどね。はい、ちょっとね、申し訳ないんですけど、その間もたくさんいろんな人にね、それこそペイペイの投げ銭もいただいてね、はい、本当に感謝しております。ありがとうございます。本当にありがとう。そしてアマゾン欲しいものリストの方もね、はい、いろいろ送っていただいて嬉しいですね。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、本当にいろいろ送っていただいてるんですが、なぜか前回言ったステーキが食べたいから牛肉を送ってくれっていう話には誰も反応してなかったですね。ノー牛肉でしたね。なかなかね、はい、やっぱりこう気軽にっていう感じの商品ではないですから、他のものは結構ね送ってくれた方いらっしゃって、いやありがたいんですよ。これも本当に感謝でしかないんですけど、
ただもう一つ、もう一回だけ言いますけど、矢野ちが前回牛肉が食べたい、ステーキが食べたいって言ったら牛肉には何の反応もなかったですね。どうなんだろう、なんかこうアマゾンの天岐阜に入れてる牛肉が送れない問題っていうのが一時期あったんですよ。なるほどなるほど。そのね、なんかいわゆる倉庫にあるものじゃないんじゃないですかね。なるほどね。いや、それを、それを察したか察してないか知りませんけど、はい、絶対この矢野広場のね、うん、YouTube を聞いていないであろう、はい、あの妻の母はですね、そうね、妻の母が何かを察したかのようにあのステーキを焼いて持ってきてくれたんですよね。本当ですね、そろそろお肉が食べたいっていう限界の時にたまたま母が、はい、美味しい牛肉が手に入ったって言ってね。そうなんですよ。それでね、もう、まあ、なんてやっぱ言ってみれば自分で買う、なんですか、経済力はありませんので、こっちにはね、うん、ステーキはね。だからもう、うん、まあでもね、それでもこう、日々、いろいろしてたわけですけども、はい。あの、なんとか鶏ももでつないできたんですけど、豚肉とね、鶏ももでつないで、つないできたわけですけども、うん、ね、それで、いやでも、うわステーキ牛肉って思ってたら、あの妻の母がですねステーキを焼いてくれたというですね、まあ一命を取り留めた気持ちでありますけれどもね。はい、タンパク質ねやっぱり大事ですよね。そうですね。いや、あの広場のリスナーさん一体どう思われますかってことですよねこの話を聞いて、不甲斐ないですね皆さん。不甲斐ないじゃないよ本当に感謝してくださいよもう私が突っ込まざるを得ないですよ、うん、たまにね、いや、やのっちが動画上げてると思って聞いていただいて皆さんも急になんかディスられるっていう、そうですね、謎の展開なんですけど、そうですね、感謝の後急にディスるっていうね台本がないから私はハラハラしています、はい、そうですね、まあそんなこともありましたけれども、まあでもね、ありがたい、本当にありがたいですよ、うん、もうやのっちのね介護の半分以上皆さんからのねご支援で成り立っているので。本当ですよ、本当です、あ、これ本当なんですよ、本当です。あのまず私が家から出られないからアマゾンに頼るし、うん、ペイペイに頼るし、うん、あのペイペイってこう遠隔でねいろんな支払いとかもできたりするんですけど、うん、そういう意味でもね本当にあの家のうちに付きっきりでいなきゃいけないっていう状況を助けていただいているので、本当だよね、はい、本当にありがたいです。いや皆さんよろしくお願いしますね、本当ね、今後ともよろしくお願いしますね。見捨てないで、見捨てないでくださいね。はい、はい、まあしかしねこの5月ですよね、はい、にあのまあ以前よりもと言っちゃなんですけど少し楽しみが増えましてね、うん、これはまあこれもね教えてくれた友人には感謝なんですけど、はい、まあ、知ってはいたんですけどどうもなんだ僕って気乗りしないとあんまりやらないんでね、気持ちがね、うん、向かないとなかなかね行動に移せないね、うん、なかなかって思って、でもまあ本当はもっと早くからやっとけよって話なんですけど、はい、あの目が見えなくなると当然ですけど文字が読めないじゃないですか、はい、まあ、当然本も読めないわけですよね、うん、で何だろう、もちろんほら映画とかドラマとかそういうのも見れないわけですけど、そうだね、まあ、本も読めないわけですよね。そうですね、うん、でその本に関しては映画とかドラマっていうのはもちろん映像がついてるわけだけど、うん、本はもちろん全部文字で書いてあるわけだから、うんうんうん、まあその文字がね読めないけどその文字を例えば朗読してもらえれば、はい、全部の状況が伝わるじゃないですか。そうですね、うん、なかなかね映像化してるもので SF とかだったら、はい、ここでドーンってなってバーンってなってつってそれこそ CG とか使われてたら口で説明するのも難しいじゃないですか。確かにね。けど本はその読んだ人がだいたいその情景が頭に浮かべるようにこうね作家の方が情景描写みたいなのもしっかり書いてくれてるわけであって、うん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 、やっぱ映画化されるより前にねその小説があったりしますからね。そうね、だからこの朗読さえちゃんとしてもらえればちゃんとね一般の人が本を読むかのように耳で聞いて本は理解できるわけじゃないですか、はい、これはねだからテレビとかドラマとか漫画とかはそういうことはできないじゃないですか、映画見れない以上ね、うん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 、っていうことでもちろん知ってましたよ。あの目が見えない方とかはあのオーディブルとかね、はい、
そういうサービスがあって、もう本をプロの声優さんが朗読してくれてるやつが、まあ録音されたものを流してそれを聞くというか読むというか、うん、はい、そういうサービスがあるってことは知っていたんですよ、はい、でまあそういうねことで楽しむ、目がね見えない方はそういうことで楽しむんだろうなというのを思ってましたし、うん、けどね、あのなんだろうな、お金もかかるしね、うん、一応ね、そんなすごいベラボに高いわけじゃないよ。はい、まあ、ネットフリックスとかと同じですよね。そうそう、オーディブルの、うん、なんていうの、サブスク、はい、千何百円とか、はい、千円ぐらいかな、千円ぐらいかな、そういうのがまあ一月かかるわけなんだけど、はい、まあその一月の中で読み放題というか聞き放題なわけじゃないですか。そうだね、うん、で、まあ、知ってたけどやらなかったのよ。で体力もいりますからね、聞くのもね。そうね、うん、頭も使うしね、うん、まあ、そんなわけだけど、ちょっとある友人がね、はい、もうめちゃくちゃ面白い本があるんだよっつって、うん、まあ、僕の大好きなミステリーなんですけどね、うん、そのミステリーで、もうとにかくその僕の友人はその本が今まで見たもうミステリーの中でも、その人本めっちゃ好きだからね、はい、その本めっちゃ好きな、めっちゃ読んでる僕の友人が、いや、このもう今まで見てきたミステリーの中で、読んできたものの中で、まあもう100点満点中100点に近いというか100点なんだと、うん、これはとにかく矢野っちにも聞いてもらいたいって話になって、うん、調べたらもうオーディブルもあると、はい、人気のね作品で、そうそう、これがね6人の嘘つきな大学生っていうミステリー小説なんだと、はい、まあ何、就活っていうの、就職活動、就職活動を舞台としたミステリーらしいんだよ、まあ、なんだよね、うん、でそれをずっととうとうとさ、友人からね、どんな風に面白いか、どれぐらい面白いかっていうのをずっと聞いたわけ、うん、だからようやくこう今まで触れなかった僕の琴線にね、うん、じゃあ読んでみようかな、聞いてみようかなと思ったのよ、うん、で妻にようやくねオーディブルをなんとか頼むと、はい、ね、したらもう妻もね、もう清水の舞台からね飛び降りるつもりですよ。お金がねかかるわけだから、毎月なん千いくら何百円毎月かーってなるわけじゃないですか。まあ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 、あの初月はあれですけどね。そうだけどね、聞いたんだけど、もうちょっと前に決断してれば2ヶ月無料だったらしいんだよね、キャンペーンで。そうなのよ。なんなんで、だからもうね俺がその友達から聞いて、よしオーディブルに入ろうと思ったのが、そのキャンペーンが終わってたのよ。そう、ゴールデンウィークぐらいまでだったのかな、その2ヶ月無料キャンペーンが。そうだから1ヶ月だけ無料なのよ。2ヶ月無料キャンペーンじゃなかった、本当にマジでそれだけは、ね、めちゃくちゃ後悔してんだけど。まあね、でもそれでもね、1ヶ月無料でお試しできますから、どんなものかっていうのを試して、もうだいぶ経ちましたかね、1週間以上経ったかな。そうかな。で、うん、まあ、僕は聞いたんですよ、はい、その6人の嘘つきな大学生、うん、めちゃくちゃ面白いめちゃくちゃ面白い夢中で聞いてましたよね。夢中で聞いてましたね。実際読んだお友達とかにも聞いたら、はい、夢中で読んじゃったっていう、一気に読んじゃったみたいな声が多かったので、うん、どのぐらい何日間に分けて聞こうかななんて言ってたんですけどね。そう、まあもちろん本を読むより朗読してもらった方が時間はかかるわけですよ、うん、はい、この嘘つきな大学生はさ、多分一般的な小説なんで、どうだろう、10万字から15万字の間って感じですかね、多分ね。なんですかね、一般の小説がやっぱ10万字ちょっとって言うからね、1冊ね、1冊10万字、まあ10万字から15万字ぐらいが多いって言うから、多分それぐらいの普通の通常の量なんだと思うんですけど、それでも全部聞くのに9時間ぐらいかかるんですよ。そうね、9時間だよ。で僕はね倍速というか 1.7 倍、はい、1.7 倍のスピードで聞いてるので、まあ9時間ある場合、どれやっぱりそれでもやっぱり5時間、6時間、6時間以上かかるのかな、6時間かかるのかな、うん、っていうまあまあことなんですよ。でも聞いてすげえ楽しかったわけ、うん、で
これはいいってなって、せっかくでもオーディブルに入ったわけだし、うん、あれなんだよね、いろいろね、いろいろ聞こうと思って、今最近さ流行ってる映画でもめっちゃ流行ってるらしいんだけど、はい、あの YouTuber でウケツさんっていう人いるんだよね、はい、雨の穴と書いてウケツさんっていう人なんだけど、この人が YouTube で自分のやるオリジナルミステリーみたいなのを、まあ、うん、発表したらしいんだけど、はい、このウケツさんのミステリーがまあえげつない面白いってことなんだよね。で YouTube の時から聞いてたもんね。そうそう、 YouTube の時から聞いてたんだけど、でそれがまあ、映画になってんだね、変な家っていうやつがね、はい、映画になってて今映画でも大ヒットしてるらしいんだけど、うん、その小説版があるんだよ、はい、ウケツさんの変な家っていう小説があるんだよね。でこれも聞いちゃった、聞いちゃったね、うん、これはね3時間半ぐらいで聞けるんで、1.7 倍で聞くとまあ2時間ぐらいで、そうですね、2時間ちょっとでサクッと聞けたんすかね。やっぱりこういうオンラインで聞けるものって待たずに聞けるからいいよね。うん、そうね。友達がね面白いらしいよって言って図書館に行って予約するって言って行ったんですよね、うん、そしたらもう百何人待ちみたいな。そう、人気のやつはね、うん、図書館だって百何十人待ちっつって1年ぐらいかかんじゃないかっていうね。そうだから読むまで1ヶ月無料の期間にね、うん、聞いちゃえばいいんじゃないかと思ってるんですけど。確かにそうなんですよ。そうね、いや2ヶ月無料だったらでかかったけどな、ちくしょう。ほんと悔やんでも悔やみきれない。でも耳で聞きながら分かるからね、私もいやノッチが聞いてるのをこうそばで聞いてたりするんですけど、うん、それこそね家事をしながらとか、うん、まあいろんなねことやりながら聞けるので、じっくり読書をするのが好きな人もいるんだと思うんだけど、オーディブル便利だなと思います。普通に一般の方でもね、あの目が見えないとかじゃなくて、あのながら聞きしたいよっていう方も多いみたいですからね。なるほどね、うん、そう、まあそんなわけで、はい、今はまあもうそれでウケツさんの変な家も聞き終わっちゃったんで、うん、もう元取らなきゃいけない、せっかくだからこれね。ってことで今は新しいやつで、はい、まあ、これもねサスペンスというかミステリーというかそこら辺、俺は大体もうミステリーサスペンスあたりしか聞かないのでね、はい、今聞いてるのは爆弾っていうサスペンス小説なんですけど、うんうん、これも最初しかまだ聞いてない、途中ぐらい、途中っていうかほんと最初だけ聞いたぐらいなんだけど、うん、まあ、これはめちゃくちゃ面白いよね。面白いですね。とにかくでもあのオーディブルをせっかくあれしてんだから、もうオーディブルで聞かないと元が取れないからね、こっちはね。他のサイトで聞いちゃ元が取れないから、できればオーディブルであればいいと思うんだけど、東野圭吾がないんだよ。逆にねこう今 YouTube 聞いてくださってる方で、自分はこういうので聞いてますとかいろいろあったら、ぜひコメント欄にね書いていただきたいですよね。うん、そうだね、求む情報っていうね、矢野っちがこう耳で読書を楽しむっていうことに目覚めたので。そうだね、はい、うん、まあ、そういうここまあ1ヶ月弱ぐらいは変化がねあったかなというふうに思いますけどね。まあ楽しみが増えることは前向きなことなのでいいことだとは思いますし ね、起きてからちょっと聞いてとか、寝る前にもちょっと聞いたりとかね。うん、はい、まあそれ以外にも前からも伝えてるけど、ズームを上げてるでしょう。はい、でズームでね、みんな集まれ、みんなで喋ろうって言って、やっぱり今矢野っちは喋るのはね、やっぱりこうみんなと喋るのが楽しみだから、うんうん、うんでね、この前もねちょっと、うん、やっぱり眼球使用困難症の方が来てくれたんだよね、はい、ズーム開いたらね、はい、でまあその方はね、まあ、症状とかね、それ症状の重さとかにはグラデーションがいるあるし、うん、いろいろなタイプがあるからあれなんだけど、やっぱりこう、うん、なかなか不自由なんだって、はい、眼球使用困難症で不自由なんだって。で、うん、なんかズームで話してて、でやっぱりこう病気になるまでそんなこうね、知らない人とズームでこう喋ってっていう楽しみがあるっていうのはそんなに思わなかったらしいんだよね、うんうんうん、だけどやっぱこう病気になってこう人と喋る楽しみみたいなのがやっぱりね、うん、こう楽しみ、やっぱ楽しみが少なくなったわけじゃん、その人もね。そうですよね、うん、それまではさ、いろいろガン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 ね、インターネットだのパソコンなのでいろいろやって楽しんでて時間潰れるじゃん、うん、もうインターネットなんてやってたら無限に時間潰れるじゃん、本当に、うん、だけどそれができなくなったわけで、楽しみが減ったわけで、はい、中でやっぱりこうね、ズームで
矢野地さんとも喋ってみたかったっておっしゃってたからね、うん、それでやっぱこうやって喋るのはやっぱり楽しいし、やっぱそういうね、いいですねって言ってくれたわけよ。やっぱり最初入るときはすごい緊張すると思うんですよね、どんな人がいるのかなとか、うん、そうね。でも必ずね、あの音声がつながれば矢野地とね話せるし、そうね、まあ、あと、うん、なんとかね、分からない人はやっぱり家族にね、こればっかりはちょっと僕らが手伝えないので、はい、うん、やっぱりそのご家族とかに手伝ってもらったり、はい、そのご友人ご親戚に手伝ってもらったりして、なんとかねこうズームに入ったりとかね、あの、うんうん、矢野地のズームリンクっていうのはさ、上げた時は大体この YouTube のコミュニティ欄みたいなところに貼り付けたりとか、はい、あと俺 X ね、旧 Twitter、はい、でそこでポストしてるから、そこにまあズームリンク貼ってあるわけで、はい、でなんとかまあご家族とかね、そういう近い方にね、うんうん、矢野地のまあツイッターとかね、 X とか、まあ、この YouTube のコミュニティ欄とかチェックしてもらって、あ、矢野地が開いてるよっていうね、そうですね、そうそうそう、そういうのあればその手伝ってもらってズームに入ってもらうってことになるわけですね。どこに貼っておくと探しやすいとかあるんですかね、こう探すのに不自由がある方もいると思うんですけど、確かに例えばね、あの一つズーム交流会のお知らせみたいな動画を上げて概要欄に貼ってあった方が飛びやすいとかさ、うん、なんかねこう今後も改善していけることがあったら手探りですけど ね工夫したいですよね。うん、まあちょっとめんどくさいかもしれないけど、うん、X ってそのいわゆるベル機能みたいなのついてるでしょ、なんかお知らせのね、お知らせのだから僕がツイートしたら、うん、お知らせ来るよみたいなことできるでしょ。そうですね、うん、できる？できるできるできるよね、うん、だそれをまあオンにしてもらって、まあ、そのご家族とかに頼んで矢野地さんのやつをなんかこうポストがあったらね、はい、あの投稿があったらピローンって鳴るようにしてもらって、でなんか矢野地さんが鳴っててってなったら、まあまあそんなにねいろんなことをつぶやいてるわけじゃないから僕はね。そうね、本当に YouTube のことお知らせと、うん、このズーム開けてますよっていう、開けてる時に何回かね開けましたよとか、まだやってますよとか、うん、閉じましたよなんていうお知らせと、あとまあこの間だったらオーディブルでこんなの読みましたよとか、あの、うん、すごく毎日毎日なんか何十個もつぶやくタイプじゃないので、はい、あのまあそれをオンにしておいていただければいいのかなと思いますね。そうですね、したら矢野地のとこ手伝ってもらって開いたりして、うん、でズームに来てもらったら喋れるよって、こういう感じですよね。そうですね、うん、まあいう感じですけど、うん、それでも難しいって方はなんかご相談いただければね、本当に、うん、そうですね、なんか工夫したいですね、なんか工夫したいね。ズームに入りたいのにたどり着けないっていうのは悲しいですもんね。そうでもね、なかなかこれやっぱね、うん、ご家族に聞いてもらうっていうのが一番になるんですけどね、まあ、難しいんでしょうけどね、ちょっと、まあ、考えます僕らもね、はい、はい、そんなわけで、まあ、楽しんでいきたいなと思ってますこれからもね、はい、皆さんともお話ししたいと思っております、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで今日はね久々2、3週間ぶりですかね、はい、にの投稿になりますけど、今日は生配信ではなくて録音ってことになりましたけれども、また生配信もやりたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いします。皆さんもね、元気な方はさらに元気にでね、いろいろと思ってらっしゃる方もなんとかね、素敵な感じで生きていっていただけると嬉しいなと心から願っておりますので、はい、はい、お互い頑張りましょうということで、以上矢野広場でした、矢野地でした、またありがとう、またよろしくお願いします、ありがとうございます。